カービーファイターズ2。はい、おはようございます、トムスヤです。今回からね、カービーファイターズ2をやっていきたいと思います。やりたかった、発売された時からやりたかったんですけどね、なかなか忙しかったんで、今更ということで、はい、やっていきたいと思います。とりあえず始めましょうか。プレス、丸ボタン。あ、何ですか？ソードのレア帽子、フランルージュアレンジが解放された。はい。スティックのレア帽子、ザンパロルティザンのアレンジが解放された。相変わらず名前長いですね。相変わらずパッツンだ、そんで。あ、星のカービィスターライズを遊んでくれた特典に、スティック、ソード、ビームのレア帽子をプレゼント。おー、そういうことですか。ファイターズランクを上げて能力を解放すると、サンマカンなレア帽子が全て選べるようになるぞ。おー、やったぜ。じゃあ頑張ろう。あ、ソードのレア帽子、ヒーローソードの帽子。あ、これカービィハンターズか。スーパーカービィハンターズを遊んでくれた特典。はい、ありがとうございます。でですね、これカービィファイターズどんなゲームかというと、純粋なバトルですね。はい。まあこういう系のゲームね、あんま格闘ゲーム、スマブラとか得意じゃないんですけど、まあカービィならいけるでしょう。まあまず、僕はオプションから遊ぶ派なんで。あー、こうやってね、いろいろ過去のが見れるわけね。あれ、隠れた神ゲー、デデデダ大王のデデンデデンゼット。この音ゲーマーをうならせた、あれですね。クレジットってなんだ？あ、なんだ？あ、はい、というわけで、とても短い間でしたが、カービィファイターズ2、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。まあ、またね、僕は星の戦士として頑張っていくんで、よろしくお願いします。では、皆さん、またねー。そうだな、まず何しよっか。まあ、とりあえずですね、何するか決めたいんですけど、まあ、こういう時はね、ストーリーモード、宿命のライバルたちをやっていきましょう。宿命のライバル、誰だろう。あ、これまで何度も、カービィの前に立ちはだかり、時には仲間として、共に戦った、デデデ大王とメタナイト。ついにカービィに勝つために、二人はライバル同士、チームを組み、挑戦状を叩きつけてきた。あー、ビビってるー。カービィに勝てないからといって、二人で戦うなんてずるいなー。てか、これすごい、グラフィックがあれだからさ、メタさんの手袋の質までわかる。すげえ、網なんだな、軍手みたい。彼らは天閣と飛び降りと、バディファイターズタワーの最上階にて待ち構えている。あー、この巻き草みたいなタワーね。カービィは挑戦状を読めなかったようだが、とりあえず相棒のバディとチームを組み、塔を登る扉を開いた。カービィ読めなかった。あー、まあとりあえずなんか楽しそうで行きそうだな、カービィなら。宿命のライバルとの戦いが今始まる。プオーン。ホラガイを吹きました、口で。第1章、始まりのバディマッチ。イエー、行きましょう。あ、ストーリーモード、敵が待ち受けるタワーを仲間であるバディと一緒に駆け上る。途中でアイテムを選んでパワーアップしながら進もう。あ、アイテム使えるんですか、やったぜ。だって僕墓地じゃないんだ。へえ、珍しい。ゴーストか、やられてもゴーストになって戦いは続く。敵に攻撃すれば復活できるよ。あ、マジか。じゃあ僕死んでも嫌いな人をビンタすればこの世に復活できるってことか。へえ。あ、一人二人。まあもちろん僕は一人で行きますよ。始める。まずはプレイヤーが操作するキャラクターを選択しよう。はーい。ソード、ボム、スティック、あー、この3つだけなんだ、最初。意外と少ないですね。なんか、カービィ以外の人も見えるけど、まあそこは気にしない。どうしよっかなー。じゃあもう、王道のソードでいきますか、僕は。次は仲間となるバディを選択しよう。はい、わかりました。あ、一人しか選べない。じゃあ、オッケー、バンドのアドリジーちゃん。行きましょう、バンワードさん。よし、これで行くぞ、僕は。始まりのバディマッチ、第1章、レッツゴー。あ、違った。レッツ、今度こそ、スタート。さあ、どんな戦いが待ち受けている？お、お腹が空いたスティック。そのスティック食べとけ、自分で。自給自足じゃ。さあ、第1回ですね。バディと共に、二人で力を合わせて塔を登ろう。チームワークが勝利の鍵だ。あ、僕、協調性ないってよく言われるから大丈夫かな。あ、大丈夫だ。もうハイタッチしてる時点で僕は協調性がある。お、B で攻撃。丸 A でジャンプ。LR でガード。Y で敵を頬張りつかみ。あ、そんなんあるんですか。合体バディシューティングスター。二つのパーツを拾って合体させよう。敵を狙って B で撃て。 H
必殺技で大ダメージだ。あ、そういうなんか最後の切り札的なのあるんだ。よし、あ、ちょっと待って、いきなり始まった。いきなり始まったんだけど、ちょっと待ってください。ソードの操作方を確認します。あ、ストーリーモード、宿命のライバルたち、バディと2人、チームを組んでのタッグバトル、各界の敵を倒して、ストーリーアイテムをゲット、パワーアップを繰り返し、高く飛び降りる、バディファイターズタワーを駆け上れ。おい、お、いろいろステータスとかありますね。これ、あ、でもスタートと大体同じかな。頬張りつかみくらいがちょっと違うのか。オッケーオッケー、ドローン、ゴーストの敵だ。オッケー、やっていきましょう。あー、ナイス。おっしゃ、ちょっと待って、僕が追撃するわ。おらららららら、いいね、いいね。これ、ビーン、ピヨーンで、あ、ピヨーンが、そう、お腹が空いたスティックマン。これ、攻撃しに来いよ、こら。てか、なかなかなんか残酷だな。あ、じゃ、ごめん。あ、ごめん。バンワード切っちゃった。ごめん。そのバンダナをね、切ろうと思って。あ、なんだ？なんか変な、なんか、あ、だ、変な出たけど、おらら、変な出たらもうお構いなし、やっちゃうでよ。お腹が空いたスティックよ、もう、あの国に行けば、ゴーストになればお腹の好きなんて気にしないで済むぞ。よっしゃー、オッケー。やばいな、今のでもう僕がいかに苦手か分かりましたか。下手なんですよ、ゲーム。でも、ね、まあ、やっていきます。とりあえずやっていきます、僕は。こうやってね、語彙力がないんでね、もうゴリ押しでいきます。よし。あ、ファイターズポイント獲得、バトルをクリア。あ、ランクってのがあるんですね。OK、分かりました。チャンピオンベルトみたい。能力、レスラーが解放された。おお、新しい能力ですね、完全に。スープレックスみたいなもんかね。来た。アイテムを一つだけ選んで、自分とバディをパワーアップしよう。どれを選ぶかは、君次第、It's up to you。効果は最上階までずっと続くぞ。お、マジで？じゃあ、どれ選ぶか結構慎重に選んだ方がいいんかな。お、回復ありがとうございます。高速チャージの石レベル1、取ると強さが上がるし、自分バディのチャージ技のため時間が少し短くなる。あ、これはいいな。攻撃の石、取ると強さが上がるし、自分バディの攻撃力が少しアップする。ほうほうほう。体力の石レベル1、取ると強さが上がるし、自分とバディの最大体力が45アップする。そうだな。でもなんかまずは攻撃は最大の防御っていうんで、僕はあの高速チャージもいいな。攻撃アップさせます。オッケー、手に入れた。ありがとうございます。じゃあ上の階進みましょう。来た。夢見るソード。なんだ、夢見るソード、スターロットかな。よし、行くぞ。第2階。ちょっと背景が懐かしい感じですね。これ、夢の泉じゃん。あ、同じソード。おう、よ。君のソードと僕のソード、どっちの方が強いかな。おららららら。よし、いいぞ。あ、なんかめっちゃ回ってる。おーおーおー、これ倒せる。あー、ごめん。なんかもう何も、あ、やったべ。何も被害のない、ブロンドバードたちを倒していく。あ、たこ焼き食べる。食うで。あ、キスができない。もう少しだって書いてあったのか、今。よし。ちょっとバンワードちゃん、あ、これは取らせない。寿司。ジャパニーズ寿司は僕のものだ。あー、UFO だ。よし、ナイス。ナイス、バンワード。はい。クリア。残り時間ボーナス。お、なるほど。先制攻撃とかもあるんですね。わかりました。いいね。だいぶでも、最初の方はやっぱファイターズランクどんどん上がるな。対戦ステージ、激突、グルメレースが解放された。わー、グルメレースだ。このグラフィックの、なんだ？デデでもなかなか懐かしいな。バディ、グーイが解放された。おー、グーイだ。下長。なんか下で掴まれそうだね、いろんなものに。よし、行こう。次の回。アイテムルームどうしよっかな、次。あれ？レベル2になってる、いきなり。あ、どうしよっか。でも、チャージマン剣いるか？でも、チャージマン剣にします。はい。ありがとうございます。じゃあ、次行こう。さあ、なんだ？爽やかなウォーター。雨上がりのハンマー。おー、消したいか、雨上がり消したい。じゃあ、行くか。爽やかなウォーター。逆にドロドロなウォーター嫌だけどな。さあ行くぜ。あ、クラッコ戦の BGM じゃん、これ。Ready, go! 行くぜ、爽やかなウォーター。このなんかちょっとなんか、擬人化したらイケメンそうだな、お前。ほら、イケメンを僕、あー、ちょっと取れる。ちょっと、なんか大事そう。めっちゃ重要そうなの出てきたよ。マドリリー。さあ、フュージョン、来た。これがあれか、バディアタックか。一気に狙い撃て、僕、どこ、僕、あ、行った。あ、ちょっと待って。これ、いつでも来てるって感じ？あ、撃てる、結構撃てる。おりゃ。あー、来たー。行くぞ、バンワド。二人の力を合わせて、レッツプリキュア。いけー、ふー。
すげえ、どんだけ強力なんだ。おっしゃ、このままこのままの勢いで僕は君を倒す。おららおらららら、ちょっと待って、倒したいんだけど、倒したいんだけど、下手すぎて倒せた。オッケー、下手すぎて倒せたってどういうことかわかんないけど、よし。ダメだな、戦ってるとテンション上がって、お、ノーダメージ、やったぜ。テンション上がってね、めっちゃ早口になっちゃうので、ちょっと聞き取りづらいかもしれませんが、申し訳ございません、それは。まあ、This is me なんでね。はい。さてと、あ、これをランク上がんなかったか。じゃあ、アイテムルームどうしよっかね。いや、チャージマン系使わなかったな。あれ？レベル 1？ ん？なるほど。あ、でも攻撃僕どんどん上げたいな。よし、オッケー。ラッキー。じゃあ次行こう。さあなんだ、ニューカマーアーティスト、思春期のソード。ああ、ニューカマーアーティスト、なんか死んで30年後とかにその作品が認められそう。思春期のソード、意味深。お、来た。えい、ピン、チョン、チョンポン、はーい。はい、グルメレースなんかやってる暇ないですよ。おお、そんな、食べさせない、食べさない。僕が真のグルメをトリコになるから。来た来た来た。じゃあ、ちょっと、バンワダさん、そっちお願い。よしよし。いいな、いいな。あ、ちょっと待って、抜け出せ、抜け出すな。パターンに入ったと思ったのに。おらららら。あ、待って、この靴、靴、なんか、ソニックが履いてそうな靴を。あ、待って、午後のティ、午後の紅茶、午後の紅茶取る。オッケー。午後の紅茶は僕、ミルク、あ、ピーマン、よく食べれるね、君。ニューカマーアーティスト、よくピーマン食べれるな。僕、好き、あんま好きじゃない。まあ、そんなんどうでもいいんだけどさ。あ、ちょっと待って、あの、キスしよう、キスしよう。ちょっと、今僕、食べたから。オッケー。オッケーオッケー。やっぱね、そういう新規性あふれるね、若い者、おーっと、なんだ？若者のアーティストにあって、おー、早く消えてもらーいい、おーっと、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 あ、すごいすごい。めっちゃ突進してきた。よし。デデデが突進してこなければ、君たちは勝ってたかもしれないが、運の好きだな。よし。結構順調ですね、でも。まあ、割とね、バーデーのおかげっても感じもありますけど。いいね、ファイターズランクもどんどん上がっていく。お、ありがとうございます。回復の石。ゴースト強化の石。おう、結構あるんですね。さて、お、次最上階ですか。了解です。あ、元気ドリンク。攻撃の石。あー、どうしよっか。じゃあ、オラは低力の石を取るぞ。やったぞー。低力の石レベル2ゲットだ。じゃあ、上の階進むぞー。最上階。最上階ボス戦なんですね。これはあれか。もう某ウッズさんですね。たどり着いた最上階。いざ、デデデ大王とメタナイトの戦いと思いきや、そこにあるのは大きな大きな二つの気配であった。ちょっと読ませて。あら、キノピオみたいな花。あ、この音楽、スターランドでも同じですよね。双子の巨木、ツインウッズ、レディーゴー。相変わらずアフロですね。ツインウッズ。ここがバディファイターズタワーの最上階と思いきや、現れたのはツインウッズ。双子の巨木が当選簿、力を合わせて作る巨大リンゴは押しつぶされるとペシャンクになるぞ。なんてこった。でもなんか解決ゾロリだったら、なんか中身からそのリンゴを食べ尽くしそうだな。じゃあそっちお願い、バディ、バディ。ちょっととりあえず、あ、どうしよう、ど、なんか片方ばっかやった方がいいんかな。あれ、ちょっと待って、くるくる。あ、ハンバーガー3個分、ドナルド・マクドナルドだ。あ、ちょっとそのリンゴ美味しい、そう、食べ物をそばさに扱っちゃいけませんよ、ウィスピーさん。自分のもの多い、痛い。自分のね、産んだものを、そんな風に扱うなんて、なんて、卑猥ではないけど、なんて下劣な扱いをするんだ。そう、いや、教育してやんないかな。僕の、その、聖なるセイント、聖夜じゃなくて、聖なる剣で、このエクスカリバーで、制してやんなきゃいけない。来たぞ。さあ、あからさまに、覚醒しますよって感じ。おらららららら、あら、チャージマン系してるから、多分大丈夫。これさ、横に避け、大丈夫、避け、どうぞ、あ、だ、ボー、やばい、潰されてしまった。ちょっとバディ大丈夫、オッケー。おー、許さんからな。もう潰したな、お前。切ってやるから、でででで、痛い。あ、ケブシ、いやー、ケブシやだー。やめてー、ケブシ。もう、ただでさ、アトピー持ってんのに、ちょっと、ボボボボボボ、そんなことされた、いて。あー、なんだ、怒んな。まあ、顔怒ってもね、何もなんないから、とりあえず深呼吸しなさい。深呼吸したらね、いいことあるよ。よし、オッケー。まあ、そんなことさせないかな。よし、勝てた。あー、泣いちゃって、ごめんね。やったー！ Congratulations！ 先制攻撃200、残り時間ボーナス132、クリア。お、合計スコア。第1週最終スコア2810点。やったぜ。とりあえず第1章クリアできました。
これなんか銀、僕銀レベルってことか。ああ、多分もっと上があるんでしょうね。まあ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 、しょうがない。僕最弱の星の戦士なんでね。待って、めっちゃもらえる。やったぜ。イエーイ、ガッポガッポ、僕レベルアップしちゃう。日進月歩、一歩一歩上に進んでいく。お、対戦ステージバブリークラズが解放された。いいね。1900年代後半にありそうなバブリー。お、ありがとうございます。あー、ヨーヨー来た。僕の好きなやつ。お、めっちゃ上がる。ラッキーセブンになっちゃった。ハルドラボ火山。おー、ハルドラボ。どこだろう。来た。さあ、デデデダイオとメタナイトの戦いだと思いきや、最上階に現れたのはなんとツインウッズだった。あ、新シリーズなんても僕の活躍の悪さは変わないぞ。そのツインウッズを倒したカービィとバディだったが、これより先はまさかの行き止まり。しかしツインウッズは塔を登る扉の鍵を落としていった。あ、バカじゃん、もうアホで可愛いな。カービィたちはデデデダイオとメタナイトが待つ最上階を目指して再び階段を駆け上がる。そう、大人の階段をね、登っていくのです。第2章、影武者の秘密。影武者はゴーストライターかよ。第2章に鍵を手に入れた。新たな扉を開いてデデデ大王とメタナイトが待つ最上階を目指そう。はい、というわけでね、第1章が無事に終わったということで、まあ、今回第1回目パート1ですね、ここで終わりにしたいと思います。いかがだったでしょうか。いや、なかなかね、冒頭でも言った通り、僕こういう格闘ゲームあんま得意じゃないんですけど、まあ、カービィならやれるでしょうということで、まあね、この最弱の星の戦士が、自称最弱の星の戦士が強くなっていく様を、まあ、見守っていただければなと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またねー。